はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ラスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、療薬は口に逃がしと、まあ、よく言いますけども、あの薬だけは思い出すだけでね、嫌になりますね。マジで切れそうです。もう思い出すとだんだん腹立ってくるんですよ、本当に。こんなね、黄色い液体でね、渡されるんですけどね、あの寝る前に飲むやつなんですけども、あんなもんね、寝る前に飲まされたらね、寝れません、本当に。一番最初に飲むときはですね、液体の薬でリンゴジュースっぽいやつってあるでしょ、聞いたことあるでしょってね、言われてね、まあその調子で飲むわけですよ。まあ見事に騙されましたね。あの、カビ菌をね、抑える薬です。まあわかる人にはわかると思います。まああれをね、一時単位のときもね、飲まされて、渡されてですね、まあ、家でも飲みましたけどもね、まあしばらくね、やっぱ寝れませんでしたね。まああれのせいで入院中はね、夜更かしをしてしまいましたよ。まあしかし僕は8ヶ月間飲み続けた時にね、思ったんです。これって、錠剤はないんかなってね、この錠剤ね、思ったんですよ。で、思い切って先生に聞きました。ありますよーって言って、あるんかいってね、なるわけですよ。あるんやったらそうせいやってね、まあ言うてませんけど、じゃあ、錠剤に変えてくださいって言いましたね。そうすると次の日からね、錠剤に変わりました。でもね、まあ朝昼晩寝る前の4回になって、ちょっと大きめのカプセルのね、4錠ずつになりましたね。まあ、まずいよりマシかなーってね、思ってね、我慢できました。まあ、でもその時ね、ちょっと入院生活にね、少しだけですけどね、光が見えました。まあそんな些細なことでね、幸せを感じれましたね。やっぱ何でも先生に聞いてみるもんですね。だから皆さんもね、ちょっとなんか飲みにくい薬とかあったらね、ちょっと先生に相談してください。絶対何か違う方法があるんで。まあ、でも体にね、これが一番合ってるんですっていうふうに言われたら、もう知らないですけども、やっぱりね、そのしんどい思いする理由がないんでね、何でも言っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったものでしたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。